当番組では、ケイトはその番組をより面白くするために、ちょこちょこ突っ込んだり、ボケたりしたこともある。それによって、さりげなく番組のディレクターに、自分のお笑いのセンスや芸能の知識をアピールもできた。おかげさまで出演の2ヶ月後、ケイトはある芸能事務所にアプローチされて、スカウトされた。その事務所内ケイトは、お笑いやモデリング、ステージパフォーマンスやナレーション、歌い方や演技などを学びました。そして、その事務所で、ケイトは DJ を目指している女の子の先輩も出会った。某国では、ワンちゃんを狙いに、チャラい男性だらけで、タバコの匂いも嫌いで、ケイトはクラブにあまり入れなかった。でも今回は、ケイトはその先輩を応援しながら、その先輩が出演するときだけ、半額以下で入った。そして、ある夜に、その先輩は、お台場である、走っているクラブ船で出演し、最初に入った時、通常のチャラ男が多かったが、そしてある瞬間で、ケイトは彼を見かけた。あまりクラブに乗れなくて、目がちょっとキョロキョロし、見た目は真面目だけど、顔は柴犬のように可愛くて、シャイな男性が入ってきた。彼を見かけた瞬間、ケイトは、それはチャンスだと思って、さりげなく番組に教わったように、彼にアプローチした。第21弾にコメントしてね。